皆さんこんにちは、いくよママです。こんばんはかな日曜日の夜、今日はやるべきたまった仕事をやって、部屋の掃除をして、トレーニングを思いっきりやって、一歩も外に出てないで、今日の夜はアマゾンで肉をね買ってみたんです。なんとなんとなんと熟成肉、1ヶ月も熟成させたお肉。若いね、牛タンは肉質も歯ごたえもしっかりしてなくて、風味も青臭いような感じがして馴染めない。鮮度を維持しながら熟成をかける特殊な冷蔵庫に入れて熟成をかけてみたところ、いい感じに仕上がりました。まさしく私ゆくよママね、熟女。そう、若いだけでは青臭いというね、なんかこの熟成っていう言葉に惹かれて買ってみました。栃木の日光にあるグルメミートワールドさんです。はい、ではでは早速いただいてみたいと思うんですけど、あ、動画に撮っとけばよかった。こう塊で来るんですよ。なんですが切っちゃいましたちょっと分厚いな、これ2センチ以上ある。わーお。休みの日に、まあ、大体どっかに飲みに行くんですけど、昔と違って美味しいところに飲みに行こう、食べに行こうとかよりも、知り合いのところに行こうとか、あのマスターのいる店、あのマナーのいる店に行こうっていうふうに、やっぱこのコロナ禍で大きく変わりました。やっぱ人と人とのつながりで、今日は日曜日なんでほとんど店がやってなくて、誰とも話してないんで、 YouTube で視聴者さんとお話ししながらと思ってます。わ、すごいすごいいい香りがします。そうそう、乾杯しましょう。プレミアルモルツです。いただきます。乾杯このパンフレットに、鮮度を維持しながら熟成をかける、だから美味しいんだよっていうのがね書いてあるんですけど、あ、まさしく私たちも一緒だなと思って、熟女になっても鮮度が失われちゃったら、やっぱりおばちゃんになっちゃうのかなって、おじちゃんとか、熟すのはすごくいいと思うんですよ。なんだけど鮮度、要は若々しさとか、清潔さっていうのは年を取れば取るほど大事にしなきゃいけないんじゃないかなって思います。一人焼肉しながら熟女の魅力を語りたいんですけど、やっぱりこの尖ってないというか、まろやかっていうか、そういうのが熟女の魅力かなと思うんですよ。時々ね、あのコメントとかで汚ねえババアとか、ババアやめろとか書いてくる方いるんですけど、ちょっと残念だなと思うんですよね。逆に私のことを応援してくれてる方の周りには、きっと素敵な熟女がいるのかなって思ってます。おお、焼けてきたよ。なので私は素敵な熟女を量産することで、やっぱ世の中が変わるのかなって思うんですよ。だって年取っても素敵な女性がいっぱいいたら良くないですか？例えば電車に乗ってて、おばさんがいっぱい乗ってるよよりも、あ、なんか素敵な大人の女性がいっぱい乗ってるねって思った方がなんか心地いいじゃないですか。私もいろいろ気をつけながら、鮮度を保ちながら年を重ねていきたいと思います。すごい美味しそう、やばい。生レモンを買ってくればよかったんですけど、なんかもうどこにも気がしなくて、お店に置いてあった、これレモン、お酒に入れるやつだねうん、皆さん一人だけ肉したりする？私結構するのね食事も一人でするの全然平気で、ファミレスとかも一人で入ったり全然抵抗ないんですよ。人目を気にしない皆さん気にしますか？でもこういう風になんか全然気にしなくなれたのも、やっぱり年齢を重ねたからで、
若い頃は一人でご飯食べてるちょっと年配の女性とか男性見ると、かわいそうじゃんとか思ってたんですよ、勝手に。でもその年に自分がなってみると、そういうことができる、まあ、こう一人を楽しめるというか、一人の時間でいろいろ整理をして、またみんなと頑張っていこうとか、そういった部分ではやっぱりその年になってみないと分かんないよね。食べていいかな、まだかな、ちょっと分かんないんだけど私が気をつけてることなんですけど、自分が若い頃ね、結構先輩の方々に本当にもう今の若い子はって結構言われたんですよ、若い時に。まあ、怒られる前に、本当にあんた若いから分かんないと思うんだけどみたいな、若いから今の若者はみたいのが、なんかそのフレーズがすごく嫌で使わないようにしてます。私も年が半分以下の女の子たちをいっぱい使ってるんですけど、あんた若いから分かんないのよみたいな言い方はしないようにしようと思ってます、逆に若いって財産だよってことを、まあ、教えてます。まあ、歳をとっても楽しいけどね。わお、焼けてきた。いただいちゃおうかな。でもね、なんかすごい熱すぎたかなって思ってるね。元気出るな。お代をあんまり味付けしないでパクッと食べる。柔らかい。何この柔らかさ。おいしい。まあさ、仲間と過ごすね、いいけど一人焼肉はね、いろいろ考えるんですよ。明日からの仕事のこととか、今起きてる問題とか、まあ、いろいろ考えて、こういうやっぱり一人の時間はすごく大事よね。この間ね、お客様がね言ってたの、もうね、この先何食食べれるか分かんないから、食べるものはできるだけ自分が納得いくものを食べたいっておっしゃってて、まあ確かにそうだよなと思って。で、納得いくものっていうのは、私にとっては美味しいものとか体にいいものはもちろんなんですよ。プラスそこに誰が作ってくれたとか、あとコミュニケーションから、どうせ食べるならお世話になってる人のところで食べようとか、それはすっごい思うね。どうせお金を使うならそういうとこに使いたいなと思う。そういった意味ではコロナは大切なことを思い出させてくれたっていうか、やっぱコロナでね、お店も制限されたりとか、でもね、コロナ中にやってるお店って私頑張ってる店だと思うんですよ。いただきます。よかった、一人焼肉して。あと10年は現役で店やりたいです。このお肉のように熟成されながらも新鮮さを保ちながら、女も売りながら、人としての魅力も売りながらやっていきたいです。やっぱね、もう若さはないので、若いだけの女の子の魅力をって多分続かないんですよね。それは私若い頃からお客様とかに言われてて、若くて可愛い竹売りにしてたらみきおちゃん続かないよってすごい言われてて、その言葉を言ってくれたお客様には本当に感謝してます。美味しいけどこれ食べきれんね400g です、全部で。これ YouTube 撮ってるから注文したちょっと焼肉のタレ秘伝つけてみます。すっごいドロドロ
なんか熟女の魅力ってある程度年下でも綺麗とかそれだけじゃないと思うんだよね。うん、お母さんみたいな感じとか何でも話せるとか相談できるとかそういう人になりたい。つい最近ね、長野で満員でね、旅行やってないじゃないお店が。でもうどっか頑張ってるお店があったら応援したいなと思ってフラフラ歩いてたんですよ。あったんですよ一軒、まあ、ギヨンってお店なんですけど、まあ、ギヨンっていう名前からなんか着物着た綺麗なママさんとかがやってるのかなと思ってバッと入ったら三角巾しためっちゃ元気なママがやってるお店で常連さんがいっぱいいらっしゃってすごいママがパワフルで年齢が80歳だって私よりも30歳上すごいと思って。長野の、まあ、飲み屋街が権堂って言うんですけどそこの生まれの方で権堂の歴史をすごい知ってらして水商売もすごく長くてもうママの話が楽しすぎて私この人と仲良くなりたいなと思って本当に80歳であんだけ元気に働けてでねすごいのママも一緒に飲んでくださいって80歳の方に言っていいか悩んだんですよ。でも行ったらおありがとうとか言ってすごい大ジョッキでビールをカーって飲んでくれてうわすごい体力と精神力もありますよね。あの年までお店をやってきるっていうのがすごいなと思って。私はそういう熟女を目指したい。人間性とかと話してて面白いとかそういうところを目指したいと思います。私は生身で目の前にいる人に何か貢献できてほしいです。お店の経営も頑張っていこうと思ってます。お店ってやっぱ生なんで目の前に来てくれてその人の話を聞いたり、悩みを聞いたりスキンシップをしたりお話をしたりとか本当に私が与えられるものが大きいので、お店はできるだけ頑張ってやっていきたいと思います。あと10年は10年経っても60だよ。ディオンのママにかなわない。おいしい。もう一個飲んじゃおう。よし、乾杯。いつもいくママチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。私がもっともっと人として成長していくことで皆さんにもっといい動画をねお届けできるように頑張りたいと思います。これからもぜひ応援よろしくお願いします。いきままでした。